お前ら三人だけでもファンの前で歌ったらないと、ずるべ。期待に応えていきたいなっていうのは、三人とも思ってます。草薙。本日12月29日土曜日に発売となった、週刊文春ウーマン、年3回刊創刊号では、笑福亭鶴瓶と草薙剛が6年ぶりに再会。当代一の聞き手であり、デビュー時からスマップを一番近くで見てきた一人である、鶴瓶によって、平成の芸能史を体現する存在だった彼らの、これまでとこれから、が、全14ページにわたって、たっぷり語られている。対談が行われたのは、今年10月。直接会うのは、久々と言いながら、あっという間に打ち解けた二人は、約2時間の対談中、時に笑い転げながら、終始リラックスした様子で言葉を交わした。最初に、お前ら見たの、大阪の厚生年金会館の大ホールやったかな、鶴瓶。まだ10代でしたからね、草薙。40過ぎて、必死になれる新しいことがあるって、幸せやと思わなあかんで、鶴瓶。この1年で、方向性がしっかりと見えてきた、草薙。こっちには、いつ戻ってくるねん。俺らと一緒に出るのは、鶴瓶。それはベイさんに窓口になっていただいて、かっこ笑い、草薙。創刊号では他にも、週刊文春2018年1月4日11日号に掲載された、萩本欽一、香取慎吾対談、週刊文春2018年8月16日23日号に掲載された、阿川佐和子、稲垣吾郎対談という、伝説の名対談を再録。新しい地図プロジェクトがスタートして以来、1年の歩みを3人の言葉で振り返ることのできる作りになっている。